はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は戦国無双真田丸第8章天下を、プレイしていきたいと思います。まずはシナリオの部分見ていただきたいと思います。徳川家康、頼むに足らず。父上、お待ちください。それではあまりに。あの忍びは連れて行ってよいぞ、雪村。お前に懐いているようだしな。は？にゃ？まさか、父上。半端な人質では、我らが真を得ることはかなわぬ。父上、それは一体。雪村、お前には上杉へ行ってもらう。は？雪村、人質のお役目は過酷だが。兄上、お気遣いありがとうございます。けれど、いえ、だからこそ私が行かねばならない。それは分かっております。そうだ、父上がおっしゃる通り、我らが真を得るには。はい、父上にはお考えあって決められたことならば、私は命を懸けてその務めに当たるまでです。我ら真田の旗印、六門戦は三途の川の渡し陣、それすなわち不釈神明の心意気、物の譜として命を惜しまず働いてこそ。雪村、手を出せ。兄上。半分では私陣になりませんが。つまりまだ死ねぬということだ。兄上。命を捨てることが真田の心意気ではない。私はそう思う。父上もきっと同じようにお考えだ。父上が。そのことを忘れぬよう、こうして私とお前で半分ずつ持っていよう。兄上。息災でな。兄上も。あんた、サスケではないか。息災にしていたか。はい、どうもお久しぶりです。安土では満足に礼も言えなかった。改めて。いいって、いいって、そんなこと。違った、そうじゃなくて。真田幸村様、どうかこのサスケを家来としてお召し抱えください。はあ、それは願ってもない申し出だ。よろしく頼む。え、そんなあっさり。ちょっとちょっと幸村様、こんな得体の知らないやつ。何を言う、サスケには恩義がある。腕も立つ、何も問題あるまい。ありがたき幸せ。いや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 、ダメ、絶対ダメ。雪村様の忍びは私だけなんだから。そう言わないで、よろしくお願いしますよ、先輩。先輩。ほう、なかなか首相だね、君。うわ、朝礼。仲が良くて何よりだ。雪村様。行くぞ、先を急ぐ。はい、参りましょう。ちょっと、ああ、もう。カス。春日山での暮らしに不自由はないか、雪村。と、影勝様は仰せである。はい。不自由など滅相もない。人質の身でありながら、かような厚遇を賜り。無用。人質などと考えるな。盟友と思えばこそ、こうしてそばに置いている。と、
影勝様はお考えだ。もったいないお言葉。義を重んじる上杉の家風、心が洗われる思いです。真田はそうではないか。は、いえ。正幸殿とは戦場で何度か相対した。にもかかわらず心中をお許しいただき。不思議と私利私欲は感じなかった。は、上杉には上杉の戦う理由がある。すなわち天心公より受け継いだ義である。正幸殿もまた正幸殿の信じる何かのために戦っておられるのではないか。父の戦う理由。そしてお前の戦う理由もまたお前自身が見出さねばならない。影勝様はそう仰せである。私の戦う理由。うむ。戦う理由ね。つまんないこと考えるもんだね。志ってやつかな。まあ忍びにはあんまり縁のないことかもね。武士だって一緒だろ。狭い領地争って殺し合ってくだらね。おや、意外と繊細な感性をお持ちで。ああ、バカにしてんの。怖い怖い。でもまあ私にもあるかな。雪村様のために私は戦うよ。それが私の戦う理由。忍びにとってそんなのはただの仕事だろ。まあそう思うならそれでいいんじゃない。第8章天下。本能寺の変から3年、信長の天下統一事業は家臣の羽柴秀吉へと受け継がれた。一方真田は北条、徳川、上杉を渡り歩き勢力を伸ばす。裏切りを重ねる父正幸の生き様が理解できない雪村は、鬱屈した思いのまま人質として上杉へ赴いた。そこで出会った上杉景勝や直江兼続との交流を通して、雪村は己の、そして父の戦う理由について考え始める。そんな折、雪村は城下で不穏な噂を耳にするのだった。これは大人になったチャチャ様ですね。なんぞ報告じゃったか、水なり。こちらを。表裏卑怯の者の。真田正幸、油断のならぬものと見えます。真田。ここからは徳川陣営の話になりますね。殿、秀吉殿からの書状にはなんと。真田の振る舞い甚だよろしからず、天下安寧のため捨ておくべきではあるまい。だそうだ。真田正幸、信濃を託せるのは家康様のみなどと申しながら、その下の根も乾かぬうちにこたびの寝返り、確かに許せるものではありません。沼田の一件は真田に計らず独断で決めた東方にも非がある。あの外交が徳川の最善ではなかった。北条との関係はおかげで良好になりました。殿は真田を、真田正幸という男を試されたのではありませんか。
ずれにしろ真田をこのままにはできまい。殿、秀吉殿の魂胆は承知しておる。秀吉殿は我らを使って真田を図ろうとしておるのだろう。だが真田を捨ておけぬのも事実。あの男はわしとは断じて相入れぬ。殿、こたびのことでよう分かった。我が大望がため真田は何としても覗いておかねばならぬ。承知つかまつった。そこまでのお考えとあらば、この忠勝が真田を全力で叩き伏せてご覧に入れよう。まったく、俺も当然最善を尽くします。うん、二人とも頼みとしておるぞ。直ちに真田攻めに取りかかる。で、ここでまた上杉の方に話が戻ってきます。真田攻めの軍を起こしたとのこと、影勝様、どうか一時上田に戻ることをお許しいただけませんか。雪村、お前は己の立場を分かっているだろうな。もちろんです。されど真田を守るため私も戦いたいのです。戦が終われば必ず戻ります。どうかどうかお許しいただきたい。人質を返すことはまかりならぬ。されど明約に従い援軍は差し向ける。その将を雪村、お前にやってもらう。そうでありますな、影勝様。武運を祈る。影勝様、金継殿、ありがたき幸せ。このご厚情に報いるべく、物の譜として恥じぬ働きをしてまいります。お許しをいただいた。直ちに出立し上田に戻るぞ。了解です。はーい。こんなに早く徳川と戦になるとはね。どうしよっかな。下手に動けば真っ先に俺が疑われるし、今回はおとなしくしてるかな。徳川に義理はねえし、師匠は来るかな。師匠と手合わせできるのも面白いかも。ここからは真田領上田の話になります。兄上、影勝様のお許しを得てただいま戻りました。私も共に戦います。そうか、それは心強い。雪村、戻ったのか。はい、父上。お許しもなく勝手な真似を。影勝公も人が良い。人質が戻ればこれ幸いと、わしが再び徳川に寝返るやもしれんの。父上、ざれ言よ。今さら家康がわしを許すはずがないし、わしも家康の下につくつもりはない。だがよく戻ってくれた。頼みとしている。父上。はい。忍びが増えているようだな。そうでした。父上、兄上、この者はサスケと申します。以前お話しした安土で助けてくれたものです。ほう。雪村が世話になったのだな、レオユ。はあ。私を頼ってきてくれましたので仕官を許したく思います。よろしいですか、父上。好きにせよ。ありがとうございます。さあ、そなたからもご挨拶せよ。どうも、世話になります。ちょっと、あんた。雪村、早速だが任せたい務めがある。国衆の室賀のことだが。は。俺が真田正幸。まあ、殺すのはいつでもできるか。
ではここから早速アクションパートに入っていきます。まあ、ここはあの敵の忍びを砦に入れないっていうことになるので、プレイアブル武将はくのいちとサスケになります。で、まあ、サスケの方が僕はちょっと使いやすいかなと思っている部分があるので、主なプレイアブル武将というかあのプレイ武将は今回はサスケにしてます。例によってアクションパートは、ちょっと早送りで送りさせていただいてますけども、まあ、この上田城の戦いこれから始まっていきますけど、この上田城っていうのは、まあ、半分徳川に作らせたようなものらしくですね、まあ、その徳川の対上杉の最前線になる城として、まあ、その竣工されたというか築城された城を完成後に真田正幸が上杉勢に寝返ったことによって、まあ、その上田城自体が上杉領になるというか、まあ、真田領になり上杉の庇護のもとに入ったということで、徳川勢が家康が激怒して上田攻めを始めたっていうのがこの第一次上田合戦になってます。で、今プレイしているこのアクションパートではその上田城攻めのために徳川勢が忍びを放ってきているっていうのに対して真田勢がその忍びを忍びで迎え撃つっていうね、そういうシチュエーションになっています。で、まあ、あの以前から見ていただいている方はご存知かもしれませんけれども、服部半蔵とこのサスケはこの戦国無双真田丸の中では師弟関係にあるという、まあ、キャラクター設定になってますね。で、最後はサスケで半蔵を倒してこのステージクリアとなります。全ての敵を退けたか、頼もしいな二人とも。まこのぐらい余裕でしょう。で、実はこのステージ1回失敗してしまいまして、というのもですね、武将を倒すのにこう躍起になっていると敵の忍びが砦に入るのを見逃してしまって、これで父親はそのまま敗北になってしまうというのが1回ありましたので、まあ、これからプレイする人はそのあたりもね、注意していただいた方がいいかもしれません。どうしたサスケ。別にあのぐらい普通でしょ。あんたね。そうか、心強いな。二人の息もよく合っていた。見事な連携だったな。なんでこんなのと。やはり息が合っているようだ。これからも手を携えて私を助けてくれ。よろしく頼む。どこまでおめでたいんだ。だからそういうところがいいんでしょ。それにまあ、あんたも思ったよりはいい腕してるよ。そりゃどうも。雪村様の一番の忍びは私だけど、頑張ればその次ぐらいにはなれるんじゃない。はいはい、精進しますよ先輩。ではここからまたアクションパートに入っていきます。ここが上田城の戦い、第一次上田城の戦いの、まあ、本編になるようなところですね。常に上田城の城内に徳川勢がなだれ込んできているという状況で、今回は正幸と雪村
をプレイアブル武将に選んでます。さすがに正幸は武器レベルとかをだいぶ鍛えていたので、爽快に敵を崩していける感じですね。まずは城内に入り込んだ武将を討ち取る。連中はすでに袋のネズミである。ここはもうミッション通りに敵の武将を倒していくっていう感じになります。で、最終的にはですね、その家康を狙う討ち取りに行くんですけど、その前に例によって忠勝が立ちふさがるということで、忠勝と戦闘になるっていうのがこのステージになってますね。で、結構城の作りが複雑になっていてですね、東西南北結構動きづらい部分があるので、正幸と雪村を巧みに切り替えながらプレイしていくっていうのがいいのかなと思います。で、ここでは稲姫、後の小松姫とか、あと井伊直政とかね、徳川勢はほぼほぼオールスターが出てきてる感じになりますね。やっぱり忠勝はね、硬いし強いしっていうのがあるので、戦闘になった時は無双ゲージを溜めつつ無双奥義で倒すっていうのが一番いいかなと思います。さて、次はどこに落とすか。敵の力は十分削ぎ落とせた。あとは兄上にお任せしよう。これで上田城の戦いのアクションパート終了になります。親子二代で見事な働き、ここは譲っておく。これで終わりと思ってもらっては困る。わしの息子はもう一人おるのだぞ。上田合戦の、最後のステージになります。家康の追撃戦ですね。主に砥石城にこもっていた信行のステージになります。プレイアブル武将はそのため信行だけですね。さすがにですね、正幸、雪村、信行、真田3人はかなり強いので、ゴリゴリ押していくだけでクリアができちゃうようなステージにはなってます。で、ここは最後ですね、家康を倒すっていうのが最後の目的になってますので、家康を追撃するためにステージを順々に進んでいくっていう感じになります。で、例によって直政、忠勝、稲姫、この辺りは登場してくるので、ここはやられないようにしっかり無双ゲージを貯めながら進めていくっていう感じになるかなと思います。ただあまり苦戦するようなステージでもなくですね、一つ注意するとすれば、道すがらにいる敵武将を全員倒していこうとすると少し時間が、足りなくなってくる部分があるんで、そこは時間を見ながらですね、残りの時間が少なくなってきたらもう家康めがけて突撃するっていうことが、必要になってくるかなと思います。僕もですね、最後ちょっと時間が足りなくなってしまって、で、最後はもう2、3人武将を取り残しつつ家康めがけて突撃を敢行したっていう感じにはなってしまったので、もし全武将を倒したいのであれば、手早くかつ事前に武器の攻撃力とか、スピードとかっていうのを少し上げておいた方が、
その全武将を倒すっていうことがしやすいのかなとは思います。で、まあ家康もさすがに強くてですね、まあ忠勝ほどではないので攻撃力はかなり高いので、最後の最後で体力を削られてゲームオーバーにならないだけは注意が必要なのかなと思います。これで少しは楽になるか。できそう。打ち取ったり。これでアクションパートが終了になります。二度と敵にはしたくないものよ。逃がしちゃいましたね。よろしいんですか、信行様。十分に叩いた。問題はあるまい。徳川家康という男、今少し見極めたい。真田などに名をなさしめることになろうとは、面目さえもございません。いや、わしに油断があったのだろう。真田を甘く見た、わしの不覚よ。そのような、今度こそなお最善を尽くし。戦はもはや続けられぬ。なんと、秀吉殿から横槍が入ったのよ。今秀吉殿と事を構えるのは得策ではないのでな。こらえてくれ、直政。無念でございます。それにしても真田やはり恐るべし。正幸の希望は申すまでもないが、二人の息子もあっぱれな武者でござったな。特に兄の信行は良い兵の動かし方をする。自由兼備といったところか。跡取りも優秀とあってはまこと厄介な相手よ。弟雪村の槍もまた格別。戦は里闇とはいえ目を離せぬ相手。我が手の者を潜り込ませている。引き続き様子を探らせたく。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。